夜の帳も降りて大人のパラダイスの時間がやってまいりました。お父さん、昨日はどこに行ってたの？いや、天国に。というわけでですね、私、こんなところ、そしてまたここ、ここやここ、そしてこんなところまで行ってまいりましたよ。夜はパーリーナイト。さあ、それでは夜の峠、いや夜のサーキット攻略行ってみましょうや。夏が来れば走り出す、季節の行く世紀にかけてついに来ました、走り屋解禁サマーデンジャラスナイト。日本全国北から南まで独特の夜の匂いに誘われ、次々出てきたドリフト野郎たちを一斉検問。速いコースもヤバいコースもみんなまとめてコース攻略。全日本ストリート暴走フェスティバル峠不当グランプリ、いよいよ開幕だ。九州某峠、広いコースとその速度が肝。家族内を見て回りましょうか。バカチンいっぱいですね。邪魔だ、邪魔だ。すこけた。ちょっと待ってくださいよ。あいだ。あら。なんかまだ見たことあるやろうですね、これ。これどこのやろですか？これユーラスです。かっこいい。よく押し売りに引っかかっとるんですね、この地域。以上、ピットウォーク終了。さあ、続いて走りに行きたいと思います。広い道幅を生かした派手なコーナリングが特徴のコース、繰り返しからの高速コーナーへのつながりをチェックせよ。さあ、あのコーナーを立ち上がってくるとですね、ゆるーく右に曲がって、もう一つゆるーく左に、あんま曲がっとらんですね。ここは何速で大体走っとるんですか？これここ入ってくるときはあそこ2速で、でこう、ここ立ち上がってきて繰り返しざま、繰り返しざまかその手前ぐらいでも3。 3? どの辺を走ればよかったですか？これは3、繰り返すポイントはちょっと少しだけ曲がってますよね。なるほど、点々がいっぱいあるところらへんですね。そこら辺で振り返しながら3に上げて、3でずっと3でピューッとパワーがない車は蹴りながら上がって、蹴りながらパワーがありすぎる車は乗ってが崩れとるですね。やはりここも危険なポイントですね。じゃあさあ、3速で前回で行きながら振り返しざまに2速見えるわけですね。そうです。そして2速の入り口のこうギャラリーコーナーの進入のところはここ、ここです。ここは非常にポイント的には危険が危ないとか、危険が危ないですね。やはりおや、すでにそこにサクサクと登った跡があるね、もしかして。そうですね、ここは2速に落とし損ねたやつが多分1トン、3のままサクッと1トンでしょうね。ブレーキをロックさせて、そしてついにいよいよ、はい、グランドスタンド前、グランドスタンド前よかとこに来たですね。お客さんがここにいっぱいおるとですね、はい、さあここは、ここは進入してきてから、ここは速攻を6発系やったら2速で来れると思うんですけど、4発のシルビアとかセブンとかは3に入ります。3で3速で回ってくるわけですか？いや、3で入って2ですね。2の時に2。そうです。なるほど。下から振り返して登ってきますから。まあ、2速でブンブンと、そうです、ギャラリーを制御しながら。さあ、そして、ギャラリーコーナーを立ち上がって、立ち上がって3に木、3に入れて、入れて振り返し、振り返しです。アウトいっぱいから、そうです。で、クリップはどの辺になるんですか？電柱付近がクリップって大体思ってもらっていいかもしれない。あ、この辺を外しながら電柱に向かって、そうです、そうです。3速全開で登っていくと。全開で登る。なるほどね。何回転ぐらい回っとるんですか、ね、スピード的に。野村さんの足ぐらいですか？かなり長いこと回っとるんですね、それは。さあ、南国九州の暑い登りをちょっと見ましょう。スタートしてすぐはですね、このようにキャッツアイやポールがあって、なかなかドリフトするにはちょっと狭いのかな、これは。たまにポールがこう邪魔なんですね。そう、ポールとキャッツアイがなくなった場合、そこですかさず2速に落として90度の上り、そして3速、3の緩い左から2速、ここはギャラリーコーナー前、ギャラリーは誰も応援しとらんですけど、で2速で立ち上がって3速ギリギリ、この辺は3速でも5000回転ぐらいですね。
よく話によるとですね、沈没する寸前の船にはですねネズミが逃げ回るという話を聞いたことがあるとですけども、どうも走り屋くんがそわそわしだしたなと思ったら、やはりこのようにペースカーらしき物体があそこでキラキラと。走り屋と高層オフィシャルとは切っても切れない関係。しばらく休憩。続いては下り、厚い九州団地、発車してすぐ2速で左に振ったですね、そして3速で右に振るとですねギャラリーコーナーが出てくるとですね、そして左のギャラリーコーナー、なるほど、約7000回転ぐらいですね、下りは2のまま3に入れる必要なく惰性でもう2で配っております。そして90度、そしてここからキャッツアイが始まって終了。さすが夜の九州男児、暑いですね、走りは。もうすごいですね。先ゴテコンかこれチャブ台ひっくり返すのやっぱ意見があるんですね。あ、このチャブ台返しはやっぱり朝までバンバン続くとです。こんにちは。すごいっすよ。朝まで。朝まで。あはあ。お父さん、今宵は朝まで。よかったよかったよ。岡山某峠、つづら折りが続く狭いコースの扱い方を学べ。狭いコース幅に変速コーナーとギャラリー前の高速コーナーが合わさったコースだ。集まる峠。そうですね。良かとこですか、ここは。またここは結構田舎で結構いいとこです。下の方からほら船虫のように人が割ってきよったですね、ゾロゾロと。なんで、探検家かもしれない。トラックが来た。この4日大人気ですね、この峠では。ここは番長、番長、はい、ここはどういう峠ですか。あのね、グリップのドリフトも同じ、一緒に走って、まあ、和気あいあいという感じで。危ないっすよ、口の上から。危ない危ない危ない、降りてきた。危ない危ない危ない、当たる当たる当たる、当たる。危ねえって。危険だわ、これ。そしてここにひときわ人が集まってる車が本当ですよ。なんでしょうこれ。横場見てください、横場。ピカソみたいなデザインしとるんですよ。野村さん、トランクがないっす、これ。これ本物？バイクのやつ？バイクのやつですね。ほら、この通り。え？油さん、油って。ガソリンが入ってるかどうかはライターで確認しないと。この車は、これは綺麗ですね。あ、お姉さん、お風呂は好きですか。好きです。じゃあ一緒に今日は行きますか。これ、あら、これすんなり OK が出るのは久しぶりだね。ありがとう。これ綺麗じゃないですか。なんかバーフェンがついてる。遠くに見たら綺麗かったけど、ちょっと白い。じゃあコメントに困ってるんです。このオーバーフェンとこの手作り、手作りっぽい、これ羽ボルトが全部違うとですね。まあこの盗難警報装置、こんなもんつけても誰も取ったりせいですよ。テクニカルなコーナーが続くコースをまずは1コーナーからチェック。そしてそこ何でもないら2層を繰り返し。あれが1コーナーですね。1コーナー、
左に来てる。ここがリコーナーになります。リコーナー結構きつくないですか。そこきついんですけどね、結構この道幅もありますんで。あ、もう全然結構どのラインでも回ってはいけるんですけど、うん、ギャラリーコーナーに対してのアプローチを考えると結構立ち上がっていけるところは、ここは重要になるということですね。そうですね、僕重要になりますね。ここを決めて、そう、かっこよくギャラリーに出てて、ここを失敗するとギャラリーコーナーはかっこ悪いですか。かっこ悪い、間違いないです。ギャラリーコーナーに到達する前にポテッと1回飲むわけですね。そしてここがメインイベント、ギャラリーコーナーじゃないのこれからもしかして、はい、さあポイント、ポイント、あのちょうど車がよく止まってるんで、ギャラリーの人がいるから、パーフェクト危ないですね。そうですね、ここ緩いんですよね、大体が緩いコーナーで、もう2速とかで、もう全開ボミングぐらいで、まっすぐ行きやすい、行きやすいですね。ちょうど カーブミラーのあたりでちょっときつくなっちゃうんで、それでこう全然違う方向に車で後が行ってくるわけですね。まあこれは全然危ない、車速に乗ってない、やっぱりそうですね、要注意ですね。ラインを考えるとここは通るとこではないかもしれない。そう、続いて下に行ってみましょう。下に、はいはい、そしてこのギャラリーコーナーを過ぎた最後、はい、最後です ね、 ね、ここがね、ゆっくりで、あの一番車速に乗るところ、若干ね最後のこの R がちょっときつくなってて、上からちょっと踏みっぱなしでくると結構曲がりきれないっていう、まあそんなような感じのコースでした。さあ、続々とバカチンの目段で、さあ来た、ここが上り、おお、よく行くところですね。2速だけじゃきついみたいですね。2速3速にならないと、非常になんか実何があってもおかしくない。我々がワクワクしてきたですねこれ。おおおお、あいつが一番うまいっすよ。あれが一番、今のワークス一番うまかったっす。一番上手だったですよ。ハハ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 ハ。おっと、リコーナーの立ち上がり、立ち上がり、おお、いいぞ、おお、しょ、うわっ、フリップなのか、フリップなのか、よく分からないと思うんです。さあ、この田舎町に暴走族がやってまいりました。地元のバカチーナ君たちの模範走行、とくとご覧ください。今日はこの辺で峠をやめておきましょう。なぜかと言いますとですね、日曜茶飯事よくあることですが、カメラマンが飛びました。バカチン、一番うまいやつは誰だったの貴様。すいませんでした。すいません、パフォーマンスです、ごめんなさい、はい。というわけで反省も何もしておりません。我々もいくつ命があっても足らんですね、これ。危なかったですよね。危なかった。我々もキュッと縮み上がったんですよ。いや、このローレル200台分ぐらいで、このカメラがほら君のマシン200台分で買えるとかい、このカメラ。というわけでこの辺で危険にしたいと思います。まずカメラマンを病院に連れて行きましょう。さあ、救急車だ。大阪フォークと伝統のコースでドリフトの原点を見ろ。まさに不登コースの中の不登コース。基本的にコーナーは一つだけだが、多くのギャラリーにアピールする技を学べ。ここは大阪、大阪の中でも一番盛り上がっているここの不登板。
ちなみにですね、この2人 D1 グランプリに出場している、デブ1グランプリですね、2人とも。バカチン。こやつらにですね、コース紹介をしてもらいましょうか。どこ走ってるんですか、どこ。場所、場所はここですね、場所。場所はこうですね。こう、L ですね。L。だからまあ一般では大体3速全開、まあ、僕ら D1 ブラザーズとしてはまあ4速全開ですからね。あれお前ら単速前一番もうアウトからのかなと思う。 D1 ドライバーとしてですね、あのアウトいっぱいからですね、電柱から行くですね、4本目ぐらいかな、一発でバッて、はい、ここの中央ブッダーを舐めながら、あこのトラックに引きまで行ってしまうわけですね。ガードレールはぐちゃぐちゃだったですね。マフラーがこうすっぽり抜けるとですね、ここで、はい、これはもうかなり削れて、はい、穴も開いてきてるですね。これのせいで、これで3本終わりましたね。小指は大儲けた。マフラー屋さんと。マフラー屋さんがこれは埋めるんだ。3つか、これ。3つのマフラー開いてくるのか。さあ、そしてここはギャラリーが溜まってる広場ですね。そうです、すごいですよ。あはあ、どういうお客さんが多かったですか、ここ。やっぱり、いわゆるギャルですね。ギャル運転手もこのギャルを目当てにやっぱり走って、もうすごいですよ、もうそれを目当てに、もう週末なんかね。そんなにドリフト君はモテるですか。あ、もうモテますよ。モテモテ。もう、もう彼にちょっと実話をちょっと聞いてもらいますか。なるほど、やっぱお姉ちゃんが横に乗せるとか言ってくるわけですね。まあ、僕じゃないんですけど、僕じゃないですよ。友達の話でも分かる。友達の話ね、はいはい。まあ来ました、ここに来ました、うん、女の子がリオジオ見てきます、見てるね、見てきます、こっちは、うん、どうしたんだいって言います、うん、どうしたんだいってどうしたんだいで乗せてあげようか、うん、で横乗せたわけだ、乗せる、乗せました、4点シートベルトする、はい、する動けない、動けん、3速入れる、うん、2速に落とす、うん、ちょっと上下ってもわからない。やっぱりこうお姉ちゃんを横乗せて、はい、こうもうこのペロッ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 。というわけでこの会場今は観光鳥状態ですが、はい、もう日が暮れてくるとですね、このようになるとですよ、さあというわけでこの布団、早い時間にもかかわらずですね、ぼちぼちと集まってきとるですよ。結構な数になるらしいのですけど、楽しみばい。まるで D1 に出てるような車両から、ブルーのポンコツ車両まで、たくさん集まってきたですよ。楽しみばい。上級者から初心者まで楽しめるのがこのコース。練習することだけを考えたら単純な直角コーナーの繰り返しは飽きるのも早いが、ギャラリーが多いので初心者だろうがエキスパートだろうがとにかく盛り上がって盛り上がってドリフトの醍醐味を存分に味わおう。だってドリフトなんて見る人がいて何人もナンパ目的の人も走り志向の人もね。このコースをホームとするウッチーが更新、地元の走りを見せてくれと思ったら、というわけでこの大阪地区の非常に盛り上がったこの布団 D1 ドライバーの技をコース攻略を見たいと思います。 D1 スタート地点はモノバイク1速、ドライバーのサポン金も真剣そのものです。3速今度は130メートルですよ。なるほど、最後ちょこちょこちょこ、ドライバー口上げっぱなし。いやいや、なかなか軽快ですね、運転は。さすがワークスドライバー、ぶつけない壊さない。ドライバー言うことが違うですね。ぶつけなさい、行きなさい、サクサク。そう、あら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 、非常に非常に危ない。さすが D1 ドライバー、小股ですね、今ぐらいのスピードが。おやおや、もうくるくる、君一人で迷惑かけとじゃないのかね、もしかして。
約 400m 近いもう加速するとですよ、もう3速もう139キロここから3速の最後にピシャリついたですよ。ドライバーは口を開けながら2速で立ち上がって前の車にはベタベタバイ120キロまでブレーキしてサイド、そして2速で車庫断崖石を通過しながら2速全開バイ、まあ、もう懐かしい太踊り、懐かしいけどですねスピードが全然違いますね。やっぱり、コースとしては短いですけどなかなか右コーナー左コーナーとなるわけですね。当たり前バイ、サーキットのお客さんも一緒に合唱しましょう。了解ですか。11秒怪我一生、シートベルトを忘れずに、忘れる時も出かけずに、はい、息があっとらんばい。長野豪峠、狭いコースの中での振り返しの技術をチェックせよ。さあ、ここは長野県の某サーキットにやってきましたばい。おい、ああ寂しいドライバーさんに集まっとるね、もしかして。寂しい T1 ドライバー1号風間です。ねえ、2号水畑です。3号デロです。パーマン2号はバナナが好き。貴様違うね、もしかして。さ、お客さんが散々いっぱいいると聞いたけど誰もおらんじゃないのかな、ね、もしかして。でも走ってるやつおりますよ、はい、走ってるやつ寂しく1台寂しいサーキットですね。まあ特にここのサーキットはどういうサーキットですか。そうですね、まあ中速域のそうですねコースになりますね。2速3速がメインですね。なるほど。そうですね、4速80キロぐらいのハイスピードな、あそれはただの下手くそやね。それでは、長野県某サーキットコース攻略行ってみたいと思います。バイ上りも下りも OK な比較的自由なコース、ただ道幅が狭いのでガードレールまでの距離を確認しろ。さあ、ここはギャラリーコーナーに向けての進入の場所ですね。ちょっと直線、ここの直土域、ここですか、うん、ここはですね大体下からそうですね2速全体3速入れて3速ポイント、そうですねこの辺りにちょっとギャップした、ちょっとしたギャップがあるんですよね。デコボコしとるとですね、うん、ちょっと道が悪いんですよ。それを避けつつそうですね進入なんですけど、大体そうですね4速80ぐらいで進入します。そっから車壊れとんじゃないのこの君。でここに外から中入るのか。そうです、ここにちょうどこの嫌なこのギャップがあるんですよ。このちょっと道がうねってるんですよね。ああ、ほんと。これを避けて、そうですね、これ標識のあたりからこう外へ。エイヤと。そしてここはメインのギャラではなグランドスタンド。そう、ここのクリッピングポイント。そうですね。ちょうどその辺です、ね。あの木が落ちとるとこ。そうですね、木の落ちてるあたりですね。どうなんだ。やっぱそこのスピード。下から上がって、そうですね、4速、そうですね、80ぐらいで来て。で、まあ、そして2速。ローでそこですね、20キロ、20キロぐらい、20キロ、ええ、こやつら喋らせておけばいつまでも。そしてアウト側に立ち上がって、次のコーナーはどうなっとるんですか。この次はこの先ギャラリーの次は、ミニコーナーですね。ちょっとこの立ち上がりの区間がちょっと長いんですけど、あアウトが絡んでこの辺が振り返すポイントですね。そうですね、次のコーナーへ振り返すポイントですね。メインパイに絡んだところですね。スタート、4速、なるほど、そこから走ると4速に入るとですね、もうここで3速、そしてギャラリーコーナー2速、かなりギャラリーコーナーも段差があるですね。おお3速シフトアップ、そして2に落としてすかさずここでレムが当たらんか、また3、さすが、醍醐味下り、ずっと3速、まだまだ3速、運転士は短速、これフラフラしとるですね。前の俺はかなり乱れた。
雨が降るスリッピーな路面をしっかり把握する、さすがは D1 ドライバーの実力だ。時速20キロでも行くぞ、行くぞ。あの帝王国寺が腕を磨いた幻のサーキットがここだ。今日のコメディアンは、山の中が似合う、福田。そして通りすがりのサラリーマンです。ノリピーです。怪しい。ドリフト界の取締役ノムケンの一言でコースは全域通行止めとなる。すげえ。高速から待機コーナーまでが揃う国内有数のテクニカルコース。ライン取りとアクセルワークが決め手だ。さあ、ここの一番のポイントがですね、次のコーナーなんですけれども、今見えるところは1コーナーですね。あっこから出てきてこう緩い右になってるんですね。そうです。この大事なポイントはちょっとなるべくガードレールを舐めるようにまっすぐに次の次のコーナーまでラインを取るような直線的に行けちゅうことです。まあ壁ギリギリぐらいです。奥のカーブの、このヨモギが生えてるのがヨモギ、ヨモギ、草餅ですよね。草餅、それがライトの間に引っかかるぐらいがちょうど。我々取材班はその植物を探した。紛れもなくヨモギやね、これね。そうですね。バンパーのヨモギの匂いがすると。そうですね、うまいやつということですか。ちょうどこのライトとバンパーのこの隙間あたりが匂いがするんですよね。あ、そういうやつはやっぱりうまいと。相当うまいです。なるほど。ヨモギの香りのバンパーには気をつけろと。そうですね。さあ、あのヨモギを抜けてくるところ左カーブ土手が見えるですね。はい。そして唯一あそこに見える街灯があるコーナー、はい、あそこはギャラリーから見えるとですね、はい、バッチリ見られますね。バッチリ見られる、はい、見られます。ここのとこはどうするんですか。ちょっとふにゃふにゃしておるけど、ですね、そこから立ち上がって、うん、まあ、そこの下を乗りながらこちらのガードレール、あのちょっとくぼんでるところありますよね。あそこに向かって激突すると。激突してそのまま3発振っていくと。なるほど。ヨモギの匂いがちょっとするばい。さあ、そしてここは唯一のギャラリーですね。はい。あそこにやっぱり曲がったこう鏡とかあるけど、あれももしかしてヨモギの匂いがするんじゃないのかに違う。これが活性するんですね。一人石鹸の匂いがするば不死だな。おや、こいつヨモギ草が青返しました。ピットロード、ピットロード、ピットロード、パドックエリアに帰ってきました。ここはファンサービスでも一人は知られる。ここは助行ですね。いっぱい人がおるですね。いよいよつけてきたから。さあ、走りの方はいかがなもんか見てみましょうや。緑色のバンパーはいるのかな今日は。よろしく。おう、じゃあ早速の無限は地元の虫松本くんのオートマアリストに登場。そのベストラインを見た。ところがヨモギとガードレールには決しておらず、説明のラインと違う。本当のラインは秘密なのだろうか。フラフラの椅子、ですね、速度的には8キロ、90キロを指しております。なんとも高度線ですね、この椅子。タコメーターはですね、もうぶっ壊れて表示しておりません。一瞬120ぐらいまでいったですよ、今。ギャラリーがもうギリギリのところに置いてですよ。 OK。難しそうだ。楽しそうだ。まあ、楽しいっちゃ楽しいですよね。あ、なんか何やっても楽しそうですね、この顔は。というわけで、ヨモギの香りは走りながら走り。
コバスバイ。おや、お姉さん、コテクリコバスバイ。スロー2000台と続く第3のサーキットは夜が暑い。パドックエリアバイ。すごいですね。というわけでですね、今日は身長190センチ級の男3人でお送りしたいと思います。5センチ僕の高いです。今日はあの沖野式君とサック君どっちとも安全そうな名前やね、もしかして。路面のバンクが利用できて速度が乗せられるこのコース、行き過ぎると土手から落ちるぞ。ギャラリーコーナーはすぐ上なんですけども、はい、1個下のこの S 字風やこの左ヘアピン、こっちの方がストレートになっております。この進入のこう方式はどうですか。これあっちから、振り返して立ち上がってきて、このガードレールに、そうですね、ギリ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 何速で来るとですか。もう2速ですね。もう全開全開です。で、フリップはちょっと奥めに、奥めに取らんとそこはへこんどるですね。アプローチのコーナーを抜けたところはこれ一番アウトに膨らむところですね。そうですね、大事なところ、はい。これが目印になっとるですか。はい、そうです。これは新しそうに見えるけど、これは何本目ですか。500本ぐらい多分行ってると思うんですけど、ね、やはり、おサーキットの名前が乗っとる場合これはまずか、隠さないと。さあ、そしてやってきたのはついに、はい、ギャラリーコーナー。ギャラリーコーナーね、この大事なところはどうですか。一番アウトから先に手前から結構振り返って、早めに振り返って、ここまで振り返したわけですね。ここは2速ですか。ここは2速ですね。もう全開、はい、全開で来てクリップ、クリップ、クリップあたりはどこになるんですか。これ向こうですね。向こうですね。あの白い線見えます。白、あ、内側の方の白い線ですね、はい、内側の方ということは、この黄色いこの落書きは何ですか。サーキットのおばちゃんが何か書いてたとでしょうね。そうですね。ああ、はい、心配しなくてもよかったですね。はい、そうですね。おやおや、走り屋がやってくれたと思いましたね。あー、エステマですよ、エステマ。変わり者が多かですね、この村は。そして、そこのクリップ、新しいタイプの衛星系を乗り上げながら、はい、豪快にドリフトをかましてですね、そうですね、アウト側に来るわけですよ、はい、このラインはどうなってるんですか。これラインはこの今タイヤの跡がちらっと見える、黒く映っとる、これがベストライン、はい、ああこのベストラインは、ちょっと5メートル先をこう一番膨らんでるですね。もう一つのベストラインここに膨れとるやつが多いですね。もう一つのベストライン、あのもうここにあの行くのを見たらギャラリーはもう大喜びですね。あは、はい、じゃあ走る人のベストラインと見とる人のベストラインは違うんですね。違いますね、はい。そしてご覧のようにピットピットですね、ピットですね。タイヤ交換はここで、まあ、こういうマークがついてるわけで、おや、後ろに振り返ればレーサーの人たちがいっぱいおるわ、それではいろいろチェックばしてみましょうや、はい。この車のオーナーの人は誰ですか。あ、レーサーの方ですね。すみません、握手してもらってよかった。あこれなんですか。これはさすがレーシングカーというふさわしい軽量感。ああ赤いバイ、変わったレーサーが多いですね、こっちの方は。そうですね、キャンギャルもいるといいんですけどね。何、キャンギャルのお姉さん、お名前は。もみもみなみ。楽しい名前ですね、もしかして。いよいよフォーメーションラップの開始だ。何を勘違いしてるのか手振ってるぞ。上りのみで戦われるこのコースは常に暗黙のルールによって事故から守られている。約90度ぐらいですね。そしてギャラリーコーナーへの
プローチの左カーブ、ここの立ち上がりが重要になるのです。でアウトいっぱいから、そしてギャラリーが盛り上がるコーナー前、ここでアウトにポテンといかないように加速しながら、最終コーナーの左カーブ、ここにのままですね。そして、ピット前のギャラリーがわざといるところを通過するのですね。危なか。というわけで夜の峠、こっちの方はまだまだ現役バイク峠じゃないバイ、ここはサーキットやったバイ。日本最北端の老舗コース、その歴史はトンネル編に遡る。というわけでお待たせしました、ここからは夜のイベントの模様をお送りいたしましょう。闇夜のタイヤスモークを赤く彩る提灯。おっ、北の大地で立ち仕事、夜はあっちで立ち仕事さあ夜の時間がやってまいりましたばい、それでは行ってみましょうか。さあ走る北のバカチンども、ギャラリーもわんさか集まってギリギリのところにおるとですよ、人がいっぱいおるですね。もしかして、しかも車はあっちゃこっちゃにどちらかってですね、非常に危険が危なかったり、スピードは結構乗ってそうでそうでもなかったりするわけでしょ。おや店長、あ今日はお店は休みですか、もしかして。そうですね、今日はお休みです。休んでここ偵察に。そうですね、ここはどういうところですか。これまあみんな3速4速の、まあ4速当たり前のハイスピード。なるほど、さっきちょっと横に乗ったとですけど、まあ、4速全開と思いきや4速でアクセル抜いとるね、もしかしてで4速全開の進入速とか140キロらしいとですよ。そうですね、車の調子が悪いんじゃないのかね、もしかして。なんてこともない直角90度だが、長いアプローチと広いコース幅のおかげで命からがら。この高速サーキット進入はどんな感じですか。大体そこの看板のところから。なるほど。で、大体3回で入ってくれたんですね。距離的にはどのぐらいですか。これ大体150m ぐらいありますよね。ということはですね、ここら辺が一番アウトになるとですか。このそうですね、大体この蓋ですね、蓋のそうです近辺が標識で、じゃあみんなこの辺をギリギリにもギリギリにチップしつつも、そうです、で登ったやつもおるですよ、これ真っ黒になってちょっと間違えたらポーンっていったんですよね。さあ、あそこの左右アウトから、はい、この辺にかけてくるわけですね。ちょっとその辺これがクリップ。そうですね、いやバンパーいっぱいチップしとるですね。みんな擦ってて。なるほど。あ、これは T&E 製の匂いがするですね、これここで割って、もう一本。そうですね、まだおかげです。いやー、こんなところで小銭を稼いどるね、もしかそして、外側にはですね、またこのブリッジ製このアルミの必殺シャコタン返し、ここでほら、マフラーを割ってですね、マフラーがちぎれて、ブリッジ製ありがとうございますこんなところでやろうとも金稼いどる場合さあ、あそこのクリップを3速で抜けてくると、ここは一番、アウト側にはらんでくるところですね。ここにもやはり、やろう小銭稼ぐように段をつけとるですね、もしかして。そうです。オフィシャルとの共存は未だかなわ。
というわけでオフィシャルが現れましたので、我々はここでドライバーズミーティングを行っておるというですよ、とある公園、このバカジン余暇ですね、余暇角度、フロントタイヤはシャケシャケシャケ、何度も怪しかったです。